本日は本田技研工業さんとのオープン戦をお送りいたします。翔平 TV1 イニング登板です。2つ治りかけのため調整登板となりました。第9こちらスライダーでストライクですね。そして2球目こちらもスライダー、ちょっと甘く入ってしまったスライダーですけどファールボールとなります。そして追い込んでからの出ました、はい、スライダーですね。こちら鬼スライダーで空振り三振とスローモーションですね。こう来てここで落ちた、はい、こんな感じで鬼スライダーとなりました。はい、そしてお次のバッターは松平選手、打点がいいですね。まずはまっすぐ渾身打ってくれという思いでまっすぐにまっすぐ投げました。ファールチップでワンストライク。そして内野からこちらちょっと外れてしまってボールとなります。そしてお次の球は渾身の球、しかし抜けてしまってインハイとなります。危ない危ない。そしてお次の球はこちらもちょっと抜けてしまったスライダーですね。そしてアウトローのまっすぐ外れましてボール。そしてラスト追い込んで、はい、こちらスライダー、ちょっとカット気味のスライダーですね。こちらで空振り三振となります。そしてツーアウトとなりまして、はい、スライダーでストライク。ちなみにいろいろありまして、あの1、2塁となっております。ツーアウトランナー1、2塁です。はい、こちらナイアガラカーブでストライク、ツーストライクとなります。ツーストライクノーボール、まっすぐ宣言をしております。まっすぐで、はい、こちらで三振という気でいて、ちょっとマウンドを降りましたが審判の手が上がりません。ボールとなります。そして2-1となりまして、ラストボール、はい、こちらスライダーで空振り三振となりました。これでゲームセットとなります。本田技研工業さん、対戦ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが忘年野球大会しましょう。年末だけど野球をしたい方、ぜひともメールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。プレゼントしたいと思います。このバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14cm 740g、 トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というか、お話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあ、この時期はもう、ね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにぜひとも土日であれば参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人を僕は応援したいと思ってるんで、野球教室、野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合をつけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思
思います、はい、では皆さんぜひともグラウンドで会いましょう。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますのでそちらの方フォローの方お願いします。翔平 TV にやってほしい企画があればどんどんコメント書いていってください。野球教室やイベントやコラボなどのご連絡お待ちしております。野球はみんなのスポーツ。それではまた見てねー。